純くん、はいはい、おなかはいぐるぐる撫でてほしかったのね。はいはい、いかだね。いかいか、くしゅくしゅ。チュクチュクチュ。いかだね。さて、これから黒犬パパは月一の病院の診察行ってきます。もう全然安定してんだけど、行かなきゃいけません。薬をもらわなきゃいけないんです。パンデミック院内感染ちょっと怖いですけど、一番に行ってさっと帰ってくるっていう作戦に出ています。あれ首から下げてく。おお、まあ大丈夫じゃない。だって一回開けたら、何を言っているかというと、除菌用のなんか首から下げるやつ、亜鉛酸素ナトリウムだったかな、亜鉛酸素水ナトリウムだったかなというのを、いただき物であったんですけど、何時間か持つよっていうやつなんだけど。30日だよ。あ、30日か、うん、そしたらさ、外に出かけることが多い時に1回しか出ないんだよ。だってまたさ、うん、次の病院まで使えるんだよ。次の病院まで30日だからちょうど切れるんだよ。まあだいぶ、1ヶ月前に順番を取るというのがあって、それで1番を取ってあるので、とにかく時間前に着いてさっさと1番で診察を受けて帰ってきちゃえば。はい。でもそうでもなきゃ使う時ないんじゃないの、この計算は。今はね、パパさんお出かけしないじゃない、あんまりね。まあどうしても出かけなきゃいけない日が出てきたら、今日は結構用意周到してるから。だって危険な場所はまだ他にもいっぱいあるでしょ。病院が一番危険な気がするけど、どうなんだろうね。うん、じゃあ、パンちゃん、降ってきたな。うん。セリパンちゃん。うん、じゃあちょっと行ってくるね。あ、ポンちゃんのとこがいたなって思った？どうしたの？あ、お水だって。あ、びっくり。お水。ポンちゃんはね、ポンちゃんって言ってからだったら違うんだよ。ポンちゃん。本当だ。ポンちゃん。おなか。でも別に平気なポンちゃん。じゃあやっぱりあそこに行ったね。ポンちゃんが降りたからそこ行ってみたの？はい。日向ぼっこ気持ちいいね。気持ちいいね。ポンちゃんかわいい。言われると。かわいいポンちゃん。ポンちゃんかわいい。ちゃう。うん、汚れてるってわかるんだね。ポンちゃん。お腹。お腹出してかわいい。じゃん。これからですね、まあ定期検診というか病院に行ってくるんですけれども、院内感染の、予防という感じですかねにこれを使ってみようかなと。せっかくだからね。で、これを使った後30日間、持つよということなので、うちの86の母に下げといてもらおうかなと。まあそんな風に考えたので、ちょっとこれ使ってみます。塩素成分で空間除菌、この、周りが、菌が来てもその場で除菌するよというタイプのもののようです。はい、じゃあ行ってみます。はい、じゃんけん。中を開けるとこんな感じになっていて、これちょっと写真とは違う感じだけど、このままぶら下げていいっていうことですね。きっとね。ちょっとストラップが赤いのが目立つなと思うんですが、まあこういう事態なのでいいか。あ、着てるものが赤だから紛れるか。そうだね。じゃあコーディネートということで行ってきます。あ、それからマスクね、マスクあと1個。はい、マスク不足はまだ続いているようですけど、まだうちには少しあります。病院の入り口に着きました。ここにも除菌のやつがありますね。これをやってから入ります。病院で、診察を受けて今帰るところです。来てからまあ約1時間弱ぐらいですかね。細心の注意を払ったということを、自分でも自負します。はい、じゃんけん。ポンちゃん、なんかすごくでかいものが届きました。はい、こういったものです。はい、ジャン君、10歳のお誕生日おめでとう。あ、びっくりしたね。すごいの届いたね、ジャン君。よいしょ。すごい大きいのね、ジャン君。すごいね。金色、あ、乗るんですか、乗るんですか。ポンちゃんが先に乗りましたが。乗りました。はい。でも。箱の。じゃあ開けるよ。あ、落ち着いちゃいましたけど。ポンちゃん、これ開けてからもさ、乗ってくれる？よいしょ。はい。もう思惑通りにポンちゃんはこのサークルの中でくつろいでいます。そして。はい、小型ペット体重計ペットくん。ペットくんっていう名前。ペットくん。いや、横から出すみたいで。はい。はい、すごい。こんな大きなものだったのね。ここちょっとへこんでこうなってる。取りやすい形。なんか病院でさ、あ、ごめんねそこ。病病院で使うやつみたいになんか立派なやつだね。ちょっと待ってね、ピントが。診察台。病院の診察台みたいだよ。あれ？はい、ピントも合うようにできました。そしてこの子に、これを入れるみたいですね。じゃあ入れてみます。はい、なんか色味が変わっちゃったね。はい。1.34キロ。触って、これはグラムかな。ちょっと触っただけで、お、すげえこの感度。ほら。ほら、例えば、はい、これを測ってみます。1.5キロ、嘘。1.5キロはないね、これ。単位。グラム。オンオフ、電源をオンオフしますって書いてある。1.5キロあるかな。ない。電源これか。はい。これなぜか0.16グラムだから160グラムでいいのかな。単位変えてみますよ。160グラムね。さっきのはついたばっかりで、間違っていたのね。間違ってたっていうか、正しくなかったということですね。はい。これで、これは160グラムだということが分かりました。これ正しいですね、きっとね。じゃあ、にゃんこ。はい。195グラム。はいはい。195グラム。ポンちゃん乗ってくれないかな。はい。70グラム。はい、ジャン君おいで。ジャン君ここ乗って。ジャン君。ジャン君おいで。ここここ。おいでおいで。ジャン君ここここおいでおいで。ジャン君。ジャン君ここここここ。おいで。おいでおいでおいで。ジャン君おいで。あら？ジャン君ここここここ。あ、ポンちゃん来た。あ、ポンちゃん来た。はい、来た。ポンちゃん乗ってかな？ポンちゃん。そう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 。乗ってごらん乗ってごらん。お？ポンちゃん。ポニャちゃん。あ、ポンちゃん得意の上半身だけ乗るバージョン。はい、肘から先は、2.1キロ。こっからここだけで君そんなにある 2.1キロあるよ。そんなにある。ポンちゃん、ポンちゃんちょっと乗ってみてごらん。キログラムに変えようか。そう、あ、よくわかったね。なんかキログラムとグラムと、ホールド測定体重が出たとき表示されます、うん、表示固定ボタンを押すと4秒間点滅して測定平均値が出たとき約20秒間表示されます。そっか、ちょっと動くから、うん、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん乗ってみよう。あら、そうなるよね。となるとこれをここに乗せとけばいいんだね。そっか。時この箱の時乗ったじゃん。そしてね、実は体重計って、うん、ここがクッションがあると正確にはならないね。板の間とか、あそこか。トイレの下に置いてトイレごと測る。トイレの横に置く？そうだね。測る時はでいいかじゃね。月をどかしてね。うん。正確な体重を把握しておきたいもんね。これなんで消えた。ジャン君乗ってみそう。掃除固定。ペットが動くときに使用。ペットが動いてしまうとき、4秒間で体重を測定した平均値を約20秒間そのまま表示する機能。思うように乗ってくれません。ジャンくん乗ってがないよ、ジャンくん。ジャンくん、ジャンくん、ジャンくん、ジャンくん。ここでよしよししたけど。また。あ、4. いくつ5になるか。だいたい5になるかならないかくらいだったよ。はい、ジャンくん。あら。そうね。わかりました。また機械を見てね、これをここに載せてマイナスするっていうのが一番いいかもしれないね。うん、あ、今なんかわかんないけど 0.02 キロになってた。何キロ？よいしょ。225グラムだね。これを表示固定。表示固定にして、どうすんの？風の袋って書いてある。風袋って書いてあるのを押すと、うん、そんなこと書いてないよ。これ。あ、これか。それはキャリー等を置いて体重を、でももうすでにポンちゃんが片足を置いてるからキャリーの重さを差し引いて表示する。キャリーの重さを差し引いて表示してくれるって書いてあるね。だから一旦置いてそれを押せばいいね。でもポンちゃんがもうすでに乗っちゃったんだね。ポンちゃん大変乗ってあげる。この状態で風袋。なんでこれ。あ、00になった。おお、すごーい。うん、はい、ポンちゃんおいで。ポンちゃん。あ、またピントが。ポンちゃんどうぞ。はい。ポンちゃん。そんなことが考えられてるんだね。そうだね。そういえば病院の時とかもそうだもんね。なんかあそこの上がさ、うん、診察台が体重計になってるじゃん、大抵、うん、で、あ、はい、じゃあちょっと触らないでくださいって言われて、うん、で、なんかいろんなことなんかパネルにこうやってるもんね、お姉さんがね、こうやってピッピッて看護師さんがね。そうですね。はい、それと似たる感じ。はい、ジャン君もポンちゃんも。そのうち体重測ろうね。私はね、女の子よって言ってます。